矢野沙織です。ハウスオブジャックスプロジェクトついに始動しまして、2022年8月の17日に初めてのアルバムです、ハウスオブジャックスリリースとなりました。何回かお話ししてきてるんですけれども、2019年、でも構想自体はもうずっと昔からあったことで、こういう曲をこういうリズムでやったらどうかなとかっていうことがどん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 いっぱいいっぱい積み重なっていったことが2022年ですね。今ちょうどガッといろいろなタイミングがあって物になったっていうことになりました。でそこに至るまでなんか、ね、もっとスムーズにいくかなと実は思ったんだけど、なんだろうね、いろいろタイミングってあるねと思うんだけど、やっぱり今出してよかったなっていうふうに思っているな。もっと昔から構想あったけど、今出せてよかったなというふうに思ってます。ハウスオブジャックスっていうプロジェクトってあえてバンドっていうふうには言ってないので、それなんでかっていうと、そのプロジェクトってとてもふわっとしてるってよくわかんないんですけどってことを言われたりとかするんだけどさ、例えば見ている方たちもそうだし、今 YouTube を視聴してくれている方たちもそうだし、まあ、写真撮ってくれた人とかさ、ロゴ考えてくれた人とかさ、宣伝してくれた人とか、出してもらったラジオだったりなんだったり、そのメディアの人だったりとかね、でそういった人たちをもう全部仲間にしちゃいたいっていう取り込み式のプロジェクトになっていったらいいなというふうに思っているので、あえてプロジェクトというふうに言ってます。だからハウスオブジャックスはハウスオブジャックスっていうバンドだよ、これは音楽だけをやる人たちだよっていうわけじゃなくて、その中にマンパワーが動いていて、でも機械の力も借りていて、でアートもあって音楽があって、音楽なんか最後でいいんだよ、別に私のプロの分野だし、20年間やってきたことでできないわけがないから、音楽なんかいいの、私はできるから。だけどその他のことっていうのを私今までフォーカスしてこなかったから、そういう意味で関わった人たちが全部ハウスオブジャックスのプロジェクトに入れるように意味合いを込めてハウスオブジャックスプロジェクトというふうにして始動させました。プロジェクトの目標っていうことなんだけど、プロジェクトってさ、最終的に何か目標があったり、ミーニングがあったりとか、大前提があったりとかね、そういうことがプロジェクトって銘打てる条件だったりすると思うんだけど、でもハウスオブジャックスに関してはこれがこうですよっていうのをなくしていきたいのね。みんなが主役だよっていうこと、当たり前なんだけど、私も主役だけれど、一緒にやってくれた共演者も主役で、それぞれの視点でハウスオブジャックスを見ていくっていうこと、作っていくっていうことで、見てくれる人も一緒に作ってるっていうこと、これからはね、この時代になっていくから、それをね、音楽で体現していきたいなっていうふうに思ってます。アートは当たり前だし、デザイン当たり前だし、そんなことはもう当たり前なんです、音楽の付随したものとしてね。でアートにしていきたいとかっていうこともすごく当たり前だけど、そんなことじゃなくて、見てる人、聞いてる人、関わってくれた人、全ての人がハウスオブジャックスプロジェクトとして個として成り立って、個人個人の個が主役になっていくっていう時代がもう来てるので、音楽で体現するのが私で、ハウスオブジャックスプロジェクトっていうのが今後どん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 広がっていけばいいなって思ってる。でそれがね、どういうプロジェクトかっていうと、ライブに来てくれた人が主役ですよ、当たり前だよねとかっていうと、まあ普通に私が今までやってきたことと変わらないように感じるかもしれないんだけど、例えば今後やっていきたいことね、まあ、子供の声を拾うとかさ、別になんかこれ使えませんかとかっていう音源とかを送ってくれれば使えたら使うし、何でも取り入れていきたいっていう思いがあるのね。まず今までだったらチチキチチキチチキっていうジャズを絶対にやりたいっていう風に思って20年間やってきたんだけれど、これからは、もう何でも取り入れていきたいっていう風にマインドがチェンジしたっていうことが一番大きいの。だからハウスオブジャックスプロジェクトって何かっていうと、みんながこう、みんなが主役になって何でも取り入れていけるプロジェクトになっていけたらなと思う。誰でも参加できるプロジェクトっていう風に、ゆくゆくはね、広がって大きく大きくなっていったらなというふうに、そういう社会になったらなっていう気持ちも込めてハウスオブジャックスプロジェクトというふうにして名付けました。だからこれからどん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 いろんな方向に成長すると思うので、ぜひ見守ってください。ライナーノートに菊池成吉さんが参加してくれました。だからそれを、菊池成吉さんもハウスオブジャックスのメンバーですかって言っちゃうとちょっとイフがあるのでね、はっきりまだ菊池さんメンバーですよって言ったことはないですけど、私の中でも
もうメンバーなんて。CD を買ってくれた人じゃないと読めないっていうのがちょっともったいないっていうふうなことをご本人もおっしゃってたんだけど、それくらい菊池さんもね、力を入れて書いてくれた文章で、面白いです、すごく。何言ってんのこの人って思うかもしれないんだけど、彼との最初の交流って15年くらい前にウイスキーの CM に一緒に出たの。その時初めましてで会いまして、でそれから菊池さんのイベントにたくさん呼んでもらって、菊池さんとこの間話したのね。まあメールとかしてさ話して、いや人って喋んないと分かんないもんだなってこの度すごく思ったんだけど、デジタルになってさ会わなくなって、私とあなたも今会ってなくて話してるみたいな感じになってるけど、あ菊池さんはきっと私のことこう思ってるだろうなとかさ、もう全然杞憂で、ただの会って話してみないとその人は何を自分について考えてるかをさっぱり分かったもんじゃないということを、今回のライナーノートの寄稿でも理解したしさ、会って話してみて理解したことなんだけど、菊池さんは本作品のライナーノートであったりコメントであったりで、じゃあ恥ずかしいけどさ自分で言うのも嬉しいから言いますけど、矢野沙織史上の最高傑作であるっていうふうに評してくださったんですね。でその他細かいことはさ、ぜひ手に取って読んでほしいなっていうふうに思う部分なんだけど、あくまでビーワップ的であって快楽的な演奏をするっていうことを書いたの。あんま中喋っちゃうとさちょっともったいないしさ、ちょっと控えめにしておきますけど、今回のアルバムも聞いてくれた方はわかるかもしれないし、今回のアルバムってひょっとすると、あ、すごく矢野さんって変わっちゃったな、矢野さんは演奏が変わったなとかさ、単純にエレクトリック電化したことによって、大して電化してないんだよ本当は、だけど電化したことによって今までのオーセンティックなカルテットの編成じゃなくなったとかさ、そういうことで多少の陰性反応っていうのあるかもしれないの、ジャズじゃなくなったみたいなことね。だけど菊池さんから聞くとさ、一音残らず彼女の音はビバップであるってことが書いてあるわけよ。あ、そうかと思ってさ、人が何考えてるかっていうのをぜひ話した方がいいなって思った大事な出来事だったんだけど、そんな風に書いてもらえたことでした。だからやってることは私変わんないんだなって改めて思って、改めて私はジャズミュージシャンビバッパーなんだなっていうことを気づかされてしまったというか、気づかされた一枚でした。自分では違うことやろうと思ってたんですけどね。だけど結局あなたずっとビバッパーですよ、素晴らしいですよって言われると、ああそうですかっていう、だから内容が変わったりとかアプローチが変わったように感じても、私はジャズマンなんだぞっていうことの一つの自信につながるアルバムだったなと思います。結局はやっぱり何をやったってジャズなんですよ、矢野さんの演奏なんですよって他の人から言われることで、他の人でしかも菊池成良さんから言われるっていうことで、あ、私このままでいいんだっていうことをねすごく思った出来事となりました。で、菊池成良さんといえば本当にまあ、それを言われたから、じゃあ私はだって菊池さんの演奏聞いてやるぞと思ってこう真剣に聞いたんですけれども、あ、確かに菊池さんだってずっと菊池さんの演奏してるだけなんですよ、ずっと。確かに額縁だけね変わったように聞こえたりすることもあるんだけども、結局サックスを吹かせると別に菊池さんがいるだけで、そこに、あ、なるほどね、彼が言いたいのはきっとそういうことであって、私と菊池さん比べた時にさ、その年齢も違うしさ、キャリアも違うし、こうやって喋ってるだけのもそもそもの偏差値が違うからさ、比べ物にはならないですし、大先輩でもう巨匠の域に入ってきてると思うんですけれども、やっぱりそういうふうに思いますし尊敬してるからさ、身近な存在としてお友達ですよっていうふうには言えないけど、私の演奏をそういうふうに評価されて、じゃあ菊池さんの演奏もじゃあ聞いてみようと思って聞いた時に、あ、本当だって、この人若い時から別に言ってることは特に変わんなくて、それがどん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 いろんな方法を取り入れていって、博識だしね、いろいろなこと知ってるし、いろんな音楽知ってるし、いろんなこと好きだからさ、多趣味で、だからそれを全て入れてるっていうだけで、あ、なるほどねっていう、その一個の行き詰まりをポンと解いてくれたのが菊池さんの一言であったり、彼の今までの作品であったりっていうことでもありました。なのでね、そのライナーノーツ含めて全て作品って言えるくらい私はとても大好きな文章を寄稿していただきました。新しいことを読んなきゃ、新しいことをやんなきゃとかって思うんだよ、ジャズの人って。またライナーノート話になっちゃうけどさ、その中にもビーワッパーは過酷な時代に生きているというふうなことを書いてあるわけね。で、今までのいろんなライブ解説であったりとかそういったことでビーワップの歴史ってちょろっと喋ってきてるけど、もう100年前の音楽なんだよ。で、そんな音楽がさ、未だにダンスホールを沸かせるわけがないっていう状況なわけ。だけど、結局湧くんだよね、人はビーバップで。今までは変わったことしなきゃいけないとか、今回も変わったことをしてると思われちゃうんじゃないかっていうふうに思ったけど、結局私は私で変わってなくて、変わなくてもいいんだ、しかも。
っていうこと。でしかももっといろんなものを好きなものを全て取り込んで音にする作業を私はすればいいんだっていうことを気づかされたアルバムでした。今後もハウス・オブ・ジャックスのことたくさん YouTube でお話ししていったり、また解説ねできたらしたいなとかって思ってる面白い仕掛けがたくさんあるのでお見せしたいなって思ってるんで、ぜひもうとりあえず CD を聞いてくださいって感じとりあえず聞いて欲しいな、もう本当それだけだなっていう気持ちです、それでは本日はこんなところで終わりにしたいと思います。2022年の10月の20日です。丸の内のコットンクラブでライブがあります。今回はあえてワンショーという形を取らせてもらって、休憩少しだけ挟むけどさ、もう一つ映画を見てるように作品を見てるように一部二部と通しで見れるような設定にしてもらっているので、もうたくさん聴きに来てください。私もたくさん演奏するし、 CD に入ってない曲もね多分いっぱいあると思うので、新しい曲どんどんできてるので、プロジェクトがどうのって話したけどさ、バンドとかじゃないからさ、プロジェクトとして動いてるからいろんな方向に成長しやすくて、その中の曲なんてさ一番成長しやすいので、もう見逃すことなく随時チェックしていってくださいと思ってます。じゃあこれからもよろしく。